自分は切り絵という手法を一応取っているんですけど、透かしてみて光が入った時の美しさと感動、そして命の循環していく、その全部が合わさって私の作品っていうものになってます。彼女が切り出すもの、それは光、そして巡り巡っていく命。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。切り絵アーティスト柴田あゆみ。制作のきっかけは教会で見たステンドグラスの景色、床一面のカラフルな色彩に感動し、そして気づいたのは光の存在。白い紙っていうのを陰というふうに考えていて、でその陰という物質の枠に陽を切り込んで混ぜることによって命の原型っていうものが生まれて、そこにこう光が差し込むことによって初めてそこを通した陰影だったり色の美しさが出てきて命が灯る、これが自分の目指しているところです。光と影で生み出された命の形、そうした作品を形作る紙もまた私たちと同じ命。そもそも紙っていうのは究極に有機物であって半永久的に持つものではないというまず認識、この全てのものは結局時間とともに移り変わって朽ちていって、そして朽ちてまた栄養になって他のものの細胞となり生き返る、そういう命だったりっていうのが宿ると思って愛を持って白い紙を使っています。人も動物も紙も全て循環していく、日々変化する素材と触れ合いながら彼女が作り出す世界、将来だったりいつか実現してみたい世界の状態っていうのを作品の中に切り出しています。作品っていう世界につながってそれを見てくださった方がまたそこから何か発想だったり世界観っていうのをインスパイアになって、それがまたいろんなところでアイディアだったりイメージが交換されて先の世界に実現されていったら面白いなって思ってます。紙を切り出すことで世界を見つめ未来を想像していくきっかけになりたい、切り絵アーティスト柴田あゆみが思うこと。こうするべき、これ作ろう、意図すればするほど本来の源っていうんでしょうか、自分の魂と離れていきます。計算になってくる、そうではなくて自分が心の奥がどう感じるのか、そこに何がこもるかっていうのが一番大事なことだと思ってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト中田えみりのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。